エンジョイパチンコライフ。ピーマット TV ご覧の皆様、こんばんは、ヘイデンちゃんです。今日は愛知県にございますケイズ終わり朝日天才に来ております。いやー、とってもスランプだったんですけども、前回ね、やっとスロットで勝つことができました。なので今日はね、いつもより調子に乗っております。絶対に今日は勝てる自信がありますので、画面の前の皆さん、いつも通りをよろしくお願いします。それでは早速店内に入って実践する機種選んでいきたいと思います。行ってきます。はい、来たよ。それでは早速実践する機種選んでいきたいと思います。やってきました、ケイズ終わり朝日店さん、初めてです。初めて来る店舗さんなので、もうね、絶対に勝ちます。今日は言ったからね。ということで、どうしようか。よし、花花のコーナー。そう、ケイズさんはね、どこのケイズさんに行ってもね、30杯がとってもね、人気なんですよ。で、ほら見て、23の25だって、157分の1、いいですね。隣の台もすごいですよ。本日マックスで4000杯って今書いてあったよ。ビッグ36のレギュラー19回の139分の1でして、ほら、本日最高出玉4465枚。あ、こっちの台もすごいですよ。クイーン花花145分の1合成、ビッグ20のレギュラー15回でしょ。3500枚ぐらいって、あ、3200枚ですね。3200枚、すごい盛り上がってますよ。この中でね、あきらいでいいのがあったらね、花もいいかな。だってなんつったって私もうね、ジャグラー打たない宣言しちゃったからそう、ジャグラーはもうどんなにいい台があってももうね、ダメ、光らないから。光らないからっていうか、光らせられないが正しいんですけど、本当相性悪いみたいなんですよ、ジャグラーとの。もう島がね、すごい広くてね、どっから行こうか迷っちゃう。あっ、おっ、サラリーマン番長がすごいことになってますよ。あ、一撃3200枚。あ、でも多分それ以上出てますよねえ。こちら、あ、戦国コレクション2ですね。根強い人気ですよね。ベルセルクがすごいよ。何枚出てるんですか、これは。すごいな。あ、5329枚ですよ、液晶。すごいですね。そして、あ、ハーデスね。ハーデスも別積みで一撃4400枚。すごい、隣の台がゴッと引いてますよ。引いたばっかですね、まだ。あ、2台並んで満枚ですよ、ほら。あ、消えちゃった。2台並んで満枚、こちらのミリオンゴッド、神々の凱旋。こっちがね、13,949枚で、隣もね、本日11,362枚なの。すごいですね、両方とも8000回転、9000回転ずつ回ってる。でも今日はね、あ、ジャグラーね、ジャグラーいいんだよきっとね。ほら、すでにいいもん。でも打たない打たないですけど、いい台あるよっていうのはすごいお伝えできると思う。ほら、このジャグラーガールズも114分の1、本日3557枚だって。すごいですね、ビッグ32回、レギュラー34回。さすがジャグラーもいいね。まだ上のジャグナビで一目瞭然ですもんね、ほら見やすい。あ、このジャグラーガールズさんもいいよ、34の34、空いてますよ。でも打たない打たない。私が打ってもきっと光らせられない。今見たノーマルタイプの中では花花のコーナーかなって思ってます。花畑に行こうかな、じゃあ。あ、どう思います、これ5165分の1なんですけど、レギュラーがちょっと足りない。でもビッグすごい当たってますよね、いい感じに。どうだろう、悪くはなさそう。第1希望にしようかな、今何時だろう、27分。あとちょっとで決めないとですね。さっきの台打つんだったらこっちの方がいいかね。5000回転でビッグ20のレギュラー15の257分の1と342分の1で146分の1、これいいじゃん。
これにしようかな。ねえ、良さそうですよね、これね。今524回転だし、そろそろ控えんよ、これにしよう。今日3000枚出てるし、えい、決めた。よっしゃ、本日の閉店戦はこちらのクイーン花羽で頑張って光らせたいと思います。はい、それでは今日はね、こちらのクイーン花羽で頑張って3回光らせたいと思います。頑張ります。目指せ2連勝ですね。前回久しぶりに7揃えたので今日は3回揃えちゃうよ。お願いします。そう、以前ね、昨日除いて最近買った閉店ちゃんは愛知県だったんですよね。同じく、そうだから愛知県はすごくね相性がいいと思い込んで今日来たんです。こういう思いも大事ですからね。そう、ネガティブな気持ちになってたらいつまでたっても勝てないから、そう、これぐらいねポジティブな気持ちで、昨日1回しか勝ってないけどもうスランプ抜けたと思ってますから私。頑張ります。そう、前回ね1回勝ったとはいえまだまだワンダーコアスマートへのね道のりは遠いので、そう、ワンダーコアを入手するにはねあとほんとね3匹ぐらい必要。まだまだですよ。せあ、50枚のラスト3枚だったよ。ダメだった、追加と100枚目。平常心平常心、まだ時間はたっぷりありますから。負けたくないな。勝ちに来てるんだよ、はるばる新幹線乗ってきてるんだからさ。36分、ってことはあと9分ぐらいあるんだ。まだ余裕だよ、1回は光る。ほらすごい声がいいんですよねえ、声持ちが。まだ100枚目だよ、だってすごい回ってる。いいね、あとは当てるだけだよ。ビッグがね多分8連チャンぐらいビッグだったんですよね、グラフが。やっちまったぜ。いやでも大丈夫、まだ時間あるから。あ、終わったね。よし、まだ時間あるよ。久々に光ったんだけどな、お花。私自身すごい久々に光るの見たよ今日。さすがレギュラーだね。よっぱ化粧人ですね。でもとりあえず100枚で今当たってるので、この持ちコインでレギュラーでもビッグでもどっちか引ければもうプラスですから。もうねこの持ってるコインでもあとは光ればいいだけだよ。もうどっちでもいいこの際ね。そう、今日ケーズ終わり朝日店に来るためにね名古屋で降りたんですけど、そういつもね名古屋で降りると必ず行ってるお店があって、新幹線のホームのきしめん屋さん。そう、すごい美味しくて安いし、そう必ずね名古屋にね来ると食べてるんですよそこで。だから今日もね帰りに食べて帰らなきゃなって思ってて、まあ明日の朝ですね。そう、結構ね芸能人の人とかもわざわざね名古屋の新幹線降りて食べて東京にまた新幹線乗って帰るって人がすごくね多いんですって。そう、そんぐらいなんか有名らしくて、まあ確かに美味しいんですよね、安いしさ。
はあ、これ追加投資の予感ですね。あーダメだ、残念、飲まれちゃった。追加投資で150枚目。うわー、あと1分。悔しい。もうビッグ引かないと勝てないですよ。あー終わっちゃった、こんなところで。せめてレバーオンしたかった。残念、閉店です。残った声流し見てきます。なんか一回当たったのに地味だったな。はい、残念、負けちゃいました。コイン流し見てきます。はい、というわけで流した枚数は26枚でした。残念、実戦終了です。いやー惜しかったなー。ってことで今日の閉店ちゃんクイーン花花を打ちまして、投資枚数が150枚の流した枚数が26枚でした。1回光ったんですけどね、残念ながらレギュラーだったので今回マイナスになってしまったんですけど、いやでもここ最近の私からすれば当たりを引けたことにとても意味があるので、今日はね一歩進歩したなって思いましたね。ポジティブでしょ。この勢いで次回の閉店ちゃんも頑張りたいと思いますので、この気持ちを忘れずに皆さんをよろしくお願いします。というわけで本日お邪魔しましたケイズ終わり朝日店さん、じゃーん、なんと5月の20日が9時オープンだそうです。そして5月の30日も9時オープンだそうです。こちらの方ぜひぜひチェックしてお近くにお住まいの方ぜひぜひ遊びに来てください。って感じで今日はね負けてしまったんですけど、次回はね絶対に勝つと心に決めましたので、次回の閉店ちゃんも今日の5億倍ぐらい気合を入れて臨みたいと思います。それでは次回の閉店ちゃんもお楽しみにね。またね。何をしとんねん。ありがとうございます。50しかも若ちか若ちか。お願いします。